それではですね、アスキューの代表として日本現代美術館平野先生ご挨拶、平野先生でお願いします。こんにちは。ようこそ、この展覧会にお越しいただきまして本当にありがとうございます。ちょうど後ろに鳴らしよって書いてますね。それで私このことを知ったのが4月でした。ここにおられるヨーギャラリーの、お誘いを受けてちょっと作品1点だけ出品させてもらったんです。でその時にお二人から私見えへんかって言われて、なんかわからないんですが奈良しよっていう言葉に引っかかって奈良にしよが宇宙とされている、考えてみれば、先ほどお話しあったシルクのシルクロードのことかな、遣隋使遣唐使のことを連想しましてよくわからないんですがわかりましたと言ってしまったんです。そしたら蓋を開けてみたら、現代なんか先ほど紹介したけれど、そういう人間じゃないんです。本当の黙々と自分の絵を描いているだけの人間なんですが、ちょうどこの6月の5日、東照大寺の、御影堂かな、脱慶法要がありました。それは、あのお堂、鑑真和上安置しているお堂なんですが、そのお堂は、興福寺の、お寺の何て言うんですか、一条院って言ったかな、の興福寺の別邸になるんですかね。一条院にその江戸時代に再建されたお堂なんです。でそれは長らくは奈良県庁、その後は奈良の、裁判所、そして東照大寺に移されたと聞くんです。で、できた時はそれは見事なもんでしたが、私こういう人間ですから、写真屋さんですね、平野さんちょっとええとこ行くんやけどついといてって言われて、どこ行くかわからんとついて行ったんだ。ちょうど東山魁さんの襖絵を収められたお堂の写真を、撮っておられる方だったんです。だから誰よりも早く中国の墨の風景、そして東シナ海ですか、青い海の襖絵、これを鑑賞させてもらいました。でその御影堂がどうも基盤が弱ってきまして、建物そのまま北へ移されて、で基礎を作り直して元へ戻されたということで、その、5日の日にね落慶法要があったんです。もう皆さん鑑真和上ってご存知ですよね。昨は天平時代ですかね、乾漆像ですね。乾漆っていうのはこういう布に漆をしましてこうペタペタくっつけていく、
でそれは利点があって非常にこういう細かいところまで表現できるということで、日本の最古の肖像彫刻になるんですかね。じっと見たらすごいです。こう耳の中から毛が一本出てきてるとかすごくこうリアルに、作ってある、その、ガンジーは遣唐使の計らいによってなんとか日本へ、仏教の戒律を、時に日本へやってきたんですね。来るまでにもう目が疲労のためかな失明なさって日本に来られました。本当ね、多分仏教が中国から入ってきてね、戒律がなかった日本に。だから、私もお坊さんになる、私もお坊さんになるという人が厳しい世の中ですからものすごく増えたらしいですね。だから修行でどうしたら上の位になれるのかということを鑑真は説きに来たと、こういうふうに聞いてるんです。でさて、私ですが、私は若い頃35ぐらいまでかな、ある団体に出品していました。で出品する中でだんだん賞が欲しくなりました。でこうしたらいいねんな、こうしたらいいねんなっていうのは作品を見ていれば構成構成ということが分かりますんで、だん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 いつしか小狙いの平本になっていました。でそれが悪いことに、書けば賞をいただける、書けば賞をいただけるということで、ある日その団体の、トップの賞ですね、いただくことができたんです。ところがその絵を見まして、これ自分と違うなと思ったんです。この絵は自分の思いを語っていないなと思ったんです。こんなことをしててはいかんと思って、その賞をいただいたその年から公募展への出品をやめたんです。みんなに怒られました。何してんねんって怒られたんですが、自分が納得できないので思い切ってやめました。50過ぎまでこもりました。こもるっていうのは誰に絵を見せるということなく黙々と自分の絵はこうなのかな、こうなのかな、自分に言い聞かせな、問い聞かせながら自分の絵を探し求めたんです。50を過ぎまして、不思議なもんで、どこどこの美術館で個展どうやというふうな企画の話が家で黙々と書いてる私にいただけたんです。で個展ですから一人でやってるから競争の世界じゃないなと思って、一生懸命にその企画展に私を表現してみようと思って頑張ったんです。そしたらまた違った美術館からうちでも企画展どうやと言って、まあ自分がついてるところかな、そういう話いただいて、で、どん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 今度は個展を通して
自己主張していこうというふうな動きになったんです。私の知り合いの、詩人音楽家、もう一つなんやってな、なんか肩書きのある人、女性がいるんですが、その人が先日詩を寄せてくれた。詩の内容はね、雨は悪いです書いてあるんです、梅雨も悪いです、咲く花も悪いです、木漏れ日って知っていますか、木漏れ日も丸いんです、地球も丸いんです。あ、木漏れ日は地球が丸いかって書いてたんだな。この女性がアートの世界に入ればきっと円の構成ですね、円をこう組み立てていくような仕事は純粋にその詩から受けるイメージで描かれるんではないかなと思って、いい詩ですねって返しておいたんですが、その辺は果たしてそれが、現代アートにつながっていくかどうかということについては、ちょっと私も現代アート自体をよくわからないので、そこに大先輩の百楽先生が、そこに今帽子かぶった方のお見えなんです。ちょっとその辺のことを聞いてみたいな、現代芸術って何やっていうことをね。それからその後、そこにはモダンアート美術協会の今中先生がおいでです。今中先生にも現代アート常にやっておられますんで、取り組んでおられますんで、現代アートとはいうことでちょっとお言葉いただけたら、私は皆さんに、せっかく出ていた皆さんにお返しすることができるんではないかなと思っております。ちょっと先生すみません、突然申し訳ないです。